東京・小笠原諸島の父島で水不足が深刻になっています。雨季のこの時期でも貯水率は 25% 余りで37年ぶりの低い水準となっています。父島にある4つのダムの貯水率は今日現在 25.2% で1980年以来37年ぶりの低い水準です。ご覧いただいている映像はライブの映像です。小笠原村によりますと、去年5月から高気圧に覆われる日が多く、台風も接近しなかったため雨の少ない状態が続いています。すべての家庭の、水道の元栓のバルブをですね、締め気味にしております。村は海水を真水に変える装置を2台稼働させていますが、あさってから追加で3台目を導入します。これで1日に合わせて320トンの水を賄えます。ただ昨日の水の使用量はおよそ630トンあり、このまま雨が降らなければ8月半ばにダムの水が底をつくということです。